ねえ、こねこねこ、バンバン。あったかいよね。うん。ああ、ほんとここ、真っ暗だけどさ、あったくマンボウなんだよな。うん、この隠れ家的なところを見つけたのはチャイが先なの。先なんてどっちでもいいじゃん。うん。寒い季節になるとさ、ここでネンモンがよく現れるんだよ。まあ、チャイちゃん早っ。よし、狩りも寝ることとしよう。ちょっと何、寝てたのに。もう、ケンタロウの夢見てたのに、ブー。最悪だよね、ブー。また寝よう。うん、チャイもおケンケンの続きを見るとするか、くるくるうんとんぴー。まぶしい。タフさん、びっくりさせないでよ。あ、カリンちゃん、ここ。ああ、車のボンネットの中。ああ、スタッフさんありがとうだよ。ああ、スタッフさんありがとう。でも、ケンタロウの夢は返してね。寒い季節は、車のボンネットをバンバン叩こう。そして、ボンネットの中も確認しましょう。ねえ、こねこねこ、バンバン。もしねこトークショー、大阪2月8日、東京2月23日。参加者募集中！ファイファイのファー！どうもチャイです。前回のプレミア配信見てくれた？なんとこの有り余るチャイの美しさによりおひねりをいただいたの。その感謝の気持ちを込めて、それではセクシーショースタート。まずは AIY さんへチャイのセクシーなおみ足をサービス。どう？こらこら、近くに寄ってみたらダメ、おひねりが足りません。さあ次はゆきちゃんにセクシータイム。見て、恥ずかしがらずに見て。そんなフェイスばっかり見て、チャイのフェイスが好きなのかな。それではまとめ動画、スタート。よいしょだよ。ん？お尻の穴が丸見えだよね。煮干しさんは喋らない、ぶっ飛ばすよね。え、まずいです、雪崩に巻き込まれます。おー、これはすごいです。1,2,3 ぐらいのペースでやるよね。よし頑張れデブ猫。助けて、足と手を手錠されちゃったの。最初に謝っておくよ。自分の続きが始まった。キャバーン、シルブリ、シルブリ、シルブリ。日に戦ってなかったからうずうずしてたの。さあ、やめろよこのシャーユーザー。カリンちゃんがあのキャンプになりな、ちょっと笑っちゃうよね。おすすん、おすすん、おないない、チャイの大事なお洋服どこに行っちゃったんだよね。カリの爆発、あお爆発した、あお爆発した、ブーンセクシーパワーメイクアップ。スマートフォンの向こう側から感じる、おスンスン、マシヌカー。あー、今日はもう疲れた。ねえカリンちゃん、何でしょうか。もうチャイ今日疲れたからね、うん、もうこのままお風呂入ら、いやメロンメロンせずに寝ようかなと思ってるんだけど、どう思う。へえ、汚い、うん、ちゃんとお風呂、いやメロンメロンしてから寝た方がいいよ、うん、やっぱそうだよね。チャイちゃん、ファイ、手はいいな、寝ます。もう、スンスン、おスンスンスン、スンスンスン、あお、ふぅ、宇宙を感じたよ。強引だよ。おい、どうしたんだよスタッフさん。
もしかしてあれかい、嫌なことでもあったんじゃないのかい。猫肌が恋しいようです。まあ癒しを提供するのもさ、狩りたちの仕事のようなもんだからさ、まあじっとしといてあげるよ。もっと右だよ。おお、右すぎるよ。極端だな。おい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 、やめてくれよ。おお、脳みそ吸われちゃうよ。はい、おしまいだよ。困ったもんだよ、スタッフさんは。フロロン、また今度ね。もっとおでこからお願いだよ。もう注文したら全然やってくれないよ。もうスタッフさん枕、おお、ハンド枕もっとこっち、おお、そうそう、最高だよ。やっぱり顎の下やってもらおうかな。おお、やっぱいいよね、顎の下。スタッフさん、やめておくれよ。だからもうやめておくれよ、スタッフさん。ほら、腕持ってくよ。ジュマペル、ジュバタン、長ズボン、半ズボン、アザブジュバン、アザブジュバン。ネケット。眠くならないよね。やめなさい。でもやめたいけれどやめられないって、ほら言わせないな。何スタッフさん、食べた後すぐ寝たら牛になるって猫です。ほらそれ捕まえた。甘い、離さない。やだ、なんか宇宙を感じる。こっちの方から強く感じる。よいしょだよね。おすんすん、おすんすん。おお、何があったんだよ。狩りが聞いてあげるよ。それから、そのまま続けてみろ。見ろ、見ろ。それは頭の痛い問題だね。続けて。そういうこともあるよね。話長えな、この人。聞いてるよ。はい。おしまい。まあさ、内容よくわかんないけど大丈夫だよ。フルルン、またのご来店お待ちしてるよ。よいしょだよ。閉店のお尻。宇宙を感じる。どこだ、こっちの方だと思うんだよな。原因がわからないと落ち着かない。まさかスマートフォンの向こう側から感じる。スンスン。星空の下のディスタンス。ほら、この野郎、やめて、怖い。怖いじゃないよ、被害者ぶって。狩り何もしてないのに首噛んでくるんだから。あら、そう。スタッフさん取れたよね。何が取れただ、この野郎。ああ、やだ、怖い。蹴っ飛ばされちゃう。今ね、撮影してるの。ねえ、スタッフさん。そう、お前たちグルだったのか。暴力は撮影しとかなきゃね。はめたね、この野郎。あとは裁判所で。なんて裁判所だよ。セクシー裁判所。そこでまた会いましょう。くそ、厄介な裁判所だよ。すみません、急
昨日の証拠のビデオはどこでしょうか。知らないよね。あっちかな。でもな、この辺りにあるような匂いがおぷんぷんするんだよな。ねえ、ちゃいちゃん。ちゃーに言われても困るよね。狩りが悪かったよ。うん、思ってもいないくせに。思ってるよ。そしてデブネコ裁判所だけはご勘弁だよ。セクシー裁判所です。もう失礼しちゃう。うん、カリンちゃんは知らない。今チャイのこのパーフェクトスレンダーバーディーの下にビデオが隠されていることを。また運動するの？仕方ない。付き合ってあげましょう。うん、今度はスタッフさんの番。うん、ちょっと貸しなさい。ちょっとどこ行くの。もう奪う気はありませんよ。おう、うん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 、もうえ、ちょっとどこ行くの。うん、もうやだ、遊ばれてる。もう興味ないポーズ。もうチャイちゃんらしいとかないのね。お、なに、おい、もうお気に入りのお洋服が型崩れしちゃう。メロンメロン、もう全然効いてないんだから。あ、カリンちゃんのお顔の下で寝るのが最高。それでは最後にカリンちゃんから一言。はい。くだらないことは楽しい。バイカリン。ご清聴ありがとうございました。ファーイ。マシネコー。